この前言われちまったよ。うん、何を？授業がものすごい疲れるって。すごい疲れるって。仕事より消耗するって言われた。入って間もない生徒さん。いやー、もう15年ぐらい来てるし。15年疲れてたんだ。修行に来てた、うん。もうね、疲れるって。何でも決めさせんのよ、俺。全部生徒さんに決めさせるから。ああ。システムだけ教えて、こうやるとこうです。こういうもんはこういう傾向がある。はい、どうするって言って、その人全部決めなきゃいけなくて。うん。すげえ疲れるって。ああ。うん、でも世の中にはさ、その決断がなるよりもストレスになるタイプの人がいるでしょ。自分で決断する責任を何としても取りたくない人。うんうんうん、そういうタイプの人って世の中にいるじゃん。あの、うん、2種類。責任を、自己責任を取れる人っていうか、取ることが自分の自由につながるって考える人と、決断することが何よりもストレスっていうタイプの人と。いる。その何よりもストレスっていうタイプの人は疲れるってめちゃめちゃ消耗します。決断を避けて世の中生きて渡ってきてるから。避けてんでしょって言ったら、いやもう避けられるものは全部避けてきたけど、ここの授業は避けさせてくんねえから大変だって言ってた。でも十何年も通ってんだから。いや、よく休むな。ああ、そう。疲れるんだ。どうしたの？ちょっと疲れてとか言う。でも疲れても継続してんだから大したもんだね。まあだから、間違ってはいないんだろうけど、率直なところ疲れるって言っちゃった。でもそういうタイプの人は、多分そういう生き方を選択してそこまで来てるから、だから、今後は疲れないようにしていきたいんじゃない？いいですか？やりますよ。質問があったら、コメント欄に何でもいいので、書き込んでください。何でもお答えします。例えば例出した方がいいんじゃん。こんなこととかこんなこととか、何でもいいって言われても多分ピンとこないから、今まで受けた質問こんなのがあったりして、いや、ほんとこんな些細なことでも構わないっていう、こんなっていう例を挙げたらいいんだよ。ほうほう。例ね、ちょっと待って、例は、いいですか？じゃあ。はい、どうぞ。質問を募集してます。教室やってて、基本的なことを何度も聞く人がいて、ウェルカムです。それと、同じ質問何度もする人がいるんだけど、あれは大事なこと。これ前も聞いたしっていうので構わないんで、質問は、コメント欄に、どんどん書き込んでください。何でもお答えします。何度でも。お待ちしてます。お待ちしてます。